ょっと危なかったかもしれません。女子大生というのはこれ、喋ってるもんね。あ、シャラッとすいません、ちょっとダイヤが浮かって肩が邪魔、肩が危ない。皆さんこんばんは。先ほどファミリーエリアでもスピーチしてきたんですけど、ここでもちょっと話をさせていただきます。8月30日の新聞に高濃度汚染水を浄化する装置アルプスの不具合の原因が書かれていました。その原因とは、処理タンクの内側の底に取り付けていたゴムパッドが剥がれ、排出口を塞いだからだといいます。そのゴムパッドは本来使用後は回収すべきものだそうです。私はそういう不注意による事故があまりにも多いように思います。それは働いている人たちが皆それほど原発に関する知識のない一般の方たちだからではないでしょうか。そして上からの指示がきちんと行き渡っていない、認識の徹底ができていないことの表れだと思います。もちろん物事に完璧はないのですから、誰がやっても事故が起こる可能性はあります。でも東電の現場責任者たちはもっと状況を真摯に受け止め、勘違いや認識していなかったという事態をなくすため安全チェックをするなどの努力をすべきではないのでしょうか。そして昨日のニュースではまた汚染水がタンクから漏れたと言っていました。しかも海にも流出したといいます。5つあるタンクは傾いた場所に立っていて、最も高い位置にあるタンクの水域を見ながら作業したことが原因だといいます。水が高いところから低いところへ流れるということは深く考えなくても分かるはずです。それなのにそれすら分からずに汚染水を流してしまうなんて、これのどこがブロックされているというのでしょうか。一体いつまで同じことを繰り返し、そしてごまかし続けるというのでしょうか。今の政府には世界中に迷惑をかけているという自覚が全くないように感じます。ありません。国民のことも地球のことも何一つ考えず、ただ自分たちの利益とアメリカの機嫌を取ることしか考えていない今の政府のやり方は絶対に認めてはならないと思います。これからも声を上げていきましょう。ありがとうございました。アンダーコントロールのブロックですね。次のこと、あ